秋篠宮様震え止まらずの衝撃、お母様助け店の叫びに、突き動かされた美智子様皆さん、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いします。すげ内閣発足で眞子さまの結婚問題にも動き、9月16日、持病の海洋性大腸炎の悪化を理由に。惜しまれつつも7年8ヶ月の政権に幕を引いた安倍前総理。 同日招集の臨時国会では自民党の菅義偉総裁が第99代首相に指名され、皇居での首相信任式と閣僚認証式を経て自公両党連立による新内閣が組閣された。政府主催の行事も多くある皇室にとって新内閣発足が及ぼす影響は大きい。2016年7月13日、 NHK のスクープ報道により上皇陛下の生前退位のご意向が世に知られてから2017年6月に天皇の退位等に関する皇室天翻特例法を成立させ昨年の天皇陛下ご即位に関する一連の行事をつつがなく取り仕切った安倍前総理だが秋篠宮殿下が皇位継承順一位の講師となったことを国内外にのぶあきする 立王氏の例は未だに虚構時期も定まらないままだ。さらに、その後に本格化する安定的な行為継承策に関する議論も棚上げ状態が続いている。また、2018年2月に、お代替わりに関する一連の儀式が終了してから、改めて日程を調整するとされていたま子さまと小室圭さんのご婚約に関しても、 今だ結論めいたことは、秋篠宮家から発表されていない。新内閣には、よりスピーディーにこれらの懸念を片付けることが求められている。秋篠宮殿下の震えに心配の声、さて先日11日を誕生日文書でこの件について、話し合いを重ねながら、最終的には娘の意思を尊重したい、と。 マコ様への信頼を改めて強調されたノリコ様。今後、発端となった小室問題をどう片付けていくのかに注目が集まっている。そんな中、現在ネットユーザーの間では、秋篠宮殿下のご体調に関して不安視する声が上がっている。殿下は今年2月頃から新型コロナウイルスの感染拡大に配慮し、皇居での祭祀や赤坂御用地でのご接見。 そしてオンライン上での専門家とのご接見などを柱にご活動を続けられてきたが、公開された秋篠宮ご夫妻の映像で、殿下に震えの症状が、この件について、皇室ジャーナリストの佐藤貴美子氏はこう話す。かねてより、高齢になってからのご即位に心配の声が寄せられていた秋篠宮殿下ですが、 マコ様の件や久人様のご教育の件など、様々なご進労が募った結果、アルコールの量が増えているという声も聞かれます。ご自身で震えを止めようと手首を押さえられる様子も見られますが、殿下が講師として務めて気丈に振る舞われようとされていて、見る者の涙を誘うお姿です。のりこ様はこの殿下のご様子にも動じておられませんが、 お心の中ではさぞご心配を深められていることでしょう。お母さん、助けての願い。こうした殿下のご様子を心配なさっているのはの子こさまだけではない。母である上皇后道子こさまも殿下のご心労には大変見心を痛められているという。秋篠宮殿下と道子こさまは日頃から頻繁にお電話でのやり取りをされています。今、 殿下のお悩みをのりこ様よりも深く理解されているのは、母であるみ子こ様に他なりません、秋篠宮家関係者、み子こ様は、今年3月末に約30年住まわれていた皇居を去られ、現在は先頭仮ごところ、東京都港区高輪、他にお住まいだ。お引越しと前後して、国内で感染拡大の緊張感が高まり、 みちこさまは国民の模範となるべくおよそ5ヶ月にも及ぶ自粛生活を続けられていた。そんなみちこさまが外出解禁日に選ばれたのは折しものりこさまのお誕生日当日だった。みちこさまは昨年、相次ぐご体調不良に見舞われ、6月に白内障の手術。9月には左胸の乳がん摘出手術を受けられました。 その経過観察のため11日午前、皇居敷地内にある宮内庁病院を訪れられたのですが、感染状況が落ち着きを見せて久しい中、あえてこの日を解禁日に選ばれたことについて、この日を境に、再び秋篠宮ご夫妻に批判が集まるのを阻止されようとしたのだ、との見方がされています。また、ある戦闘仮ごところの関係者はこう話す。 8月末のことです。み智子さまと秋篠宮殿下の間で、お電話でのやりとりがございました。内容についての詳細はわからないものの、み智子さまの深刻なご様子から、おそらく殿下からのお悩み相談でしょう。それから間もなく、み智子さまは宮内庁に診察のご予定を伝えられました。秋篠宮殿下からのお母様、 助けての心の叫びに、美智子様としてはとてもじっとしていられるご心境ではなかったのかもしれません。と同時に、新内閣への早くタスベロギ氏の例を挙行し、綾宮の優良を払拭せよっとの静かなる警告の意味もあったのではないでしょうか。震えの症状に悩まれる秋篠宮殿下、偉大な母からの深い愛情を受け、 そのご振動が少しでも和らぐ方向に進むことを祈りたい。殿下の言葉を忘れたい。さて、陛下の水問題へのお取り組みは私的なご研究となっているが、豊富な知見は、水害に苦しむ人々への深い寄り添いの姿勢に現れている。2011年3月11日、日本を襲った東日本大震災以降、 陛下と雅子様の被災地訪問や避難者のお見舞いは計10回を超え、被災した人々の苦しみに寄り添い、復興を祈られてきた。当時、避難していた先の味の素スタジアム、東京都をに身を寄せていた田辺節子さん、68歳、はこう話す。両陛下からは、お体はどうですか、ととても優しくお言葉をかけてくださいました。また、 陛下から困っていることや不足している物資など、遠慮なく言ってくださいとのお言葉をいただいて、避難所生活の中で役に立つ知識をいろいろと教えてくださいました。雅子様さまは目にほんのり涙を浮かべておられて、何というか両陛下とも、旧知の友人を揉うような親しみも感じたし、ああ、本当に心が温かいご夫妻なんだ。 と実感いたしました。田辺さん。一方、秋篠宮ご夫妻も被災地には熱心に足を運ばれてきた。昨年9月24日には岩手県釜石市、大船渡市を訪問され、復興状況のご視察や東日本大震災慰霊碑極下、地元住民との懇談の機会を持たれた。ただ、当時のご発言をめぐってはネット上で少々物議を醸した経緯がある。 釜石市の津波高モニュメント。死亡災市民検証費を見学された時のことだ。その際、秋篠宮殿下は、会からはどれくらいですかと質問し、一度逃げたら戻らないということが大切ですね、との感想を述べられました。このご発言には、配慮に欠けるとの苦情が相次ぎ、殿下もその後、 ご自身の発言を大変反省なさっておられました。宮内庁、関係者。また、冒険避難所を訪れ、被災者を見舞われた際には、こんなこともあったようだ。匿名を約束した上で、被災者の一人、A さんとするはこう話す。両殿下からは、ご家族の状況はどうですかと聞かれました。我が家では自宅に取り残された祖母を助けるために、 一度高台に避難した後フが家に戻って、帰らぬ人になりました。それをお伝えすると、なんで戻ってしまったんでしょうね、と、きっと私たちの悲しみに深く寄り添ってくださろうとそうおっしゃったのだろうと思います。ですが、家族を二人なくしたばかりの私にとって、今でも忘れられない言葉になっているのは事実です。 忘れたいですけどね。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。